ソフトバンクのリチャード内シュ、25が26日に都内のホテルで行われた NPB アワーズ第1部で表彰を受けた。今季は2軍で87試合に出場し、打率2割4分2厘、18本塁打、54打点を挙げ、本塁打王と打点王の2冠を達成した。これで本塁打王は5年連続5回目、打点王は3年連続4回目の獲得となった。 もう2軍でのタイトルは必要ない。リチャードは、取りすぎているなと思うので、1軍で取りたい、と鼻息を荒くした。今期については、いい経験をさせてもらった。自分のやってることも変えずにプレーできたので、結果も少しずつ出るようにはなってきている、と話した。22日には契約公開に臨んだが、まだ話がしたかった、と球団からの提示を保留していた。 今季ホークスに所属した選手では三浦瑞樹投手25前田潤投手24笹川義康外野手22ガファームのタイトルを獲得最優秀防御率のタイトルを獲得しながらもホークスを戦力外となった三浦は支配下になれたのが一番良かったんですけどタイトルも取れた自分でやってきた結果がこうなったと思うので